スノーマン、三人チーム ×3 で踊る新曲、W のサビダンス動画シリーズが完結。メンバーのキャラクターや個性が明らかになる、踊り切った直後のポーズや振る舞いに注目。スノーマンが、WA サイドシングル、タペストリー W を3月15日にリリース。この度、SNS 上で展開されていた、メンバーが三人ずつのチームに分かれて新曲、W のサビ部分を踊るダンス動画シリーズが完結した。 3月5日にまず、渡辺翔太×宮舘良太×佐久間大輔チームの動画が投稿され、翌6日に岩本光×深沢達也×目黒連チームによるパフォーマンスが公開。そして、7日に最終チームとしてラウール×向井浩二×安倍良平の3人による動画が公開され、シリーズが完結した。見事にシンクロしたキレのあるダンスを堪能できる一方で、踊り切った直後のポーズや振る舞いにメンバーのキャラクターや個性が表出。 笑い。まさに見どころ満載だ。